はい、皆様こんばんは。カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。東京の芝公園のホテルから大前は今喋っておりますが、これも喋ったら僕はもう寝ます。明日メジャーリーグの朝中継なんでね。でオリックスさんですよ。初戦を白星で飾ることはできませんでした。日本シリーズ第1戦、まあ初回からやっぱりいつもの由伸君じゃなかったね。やっぱりあのみんなが言う神宮のマウンド、これ難しいのかね。ね、まあ、あとその5回途中でマウンド降りた、あの脇腹がつった感覚という発表があったんだけども、まあ、この状態も心配です。ただまあ最後はベンチに戻ってきてくれていたんで、ちょっとまあポジティブな感じで僕は捉えているんだけど、ね、大事に至らないことを祈ります。さて今回のこのカズチューブは皆様から頂戴しましたメッセージ、僕のツイッターに寄せられましたメッセージをご紹介するというバージョンでございます。ちょっと待ってね。明日に向けてもうラリーキャップだよね、完全にもうご紹介してまいります。Gハンみかんさん、残念でした。シーズンと同じあと1本が出ていればでしたね。村上選手のホームランは嫌な予感が的中しました。予感していたんだ。明日も勝利を信じて応援しますということ、よろしくお願いします。それからですね、玲子さんは、去年先手を取られた側が日本一ですから、その逆もあるわけで切り替えていきましょうという、なんとポジティブなメッセージありがとうございます。U2 工房さんかな、今日は我慢の試合でした。いいヒットは出ていただけに、繋がらなかったのが残念です。まだまだ1試合ですもんね、切り替えましょうというメッセージありがとうございます。それから猛牛魂さんは、去年の日本シリーズも思ったんですが、重たいんですよね。残塁とかそういうものは年中あるので気にしませんが、常に防戦一方という感じがして、しまうのかということ。そうか、大前さんが実況じゃないから調子が出ないんですよ。まあ、そんなことはないんでしょうけどもね、こういう試合喋りたいね、本当にね。ありがとうございます。織安さんは、大前さんお疲れ様でした。負けましたね、残念。分かってはいましたが、やっぱり正隆の後が機能しないと厳しいですね。ラオウ頼むよということで、明日こうどういう打順組んでくるんだろうね、楽しみでありますが、明日の先発がサチヤでしたね。ホーチは事前に予想していて半信半疑でしたが本当でしたねって、まあもう2日前にブルペン入ってる見ていれば、もうそれは誰でも当たりますから、その予想、僕らそれ見ていないだけの話で、もう放置だけでなくてどこの新聞も、サッチと、言ってましたからね。はい、僕がちょうどクライマックスのファイナルステージ最中にサッチから聞いた話では、まあ、おそらく神宮のどこかじゃないですかねとは言っていたんだよ、確かにその時はね。ただ先発かどうかは、本人は言ってくれなかったんだけども、はい、ありがとうございます。それからたくさん頂戴してねおります。もうなんか僕ツイートして時間ほとんど経ってないのにね。鏡さんは、由伸さんで負けたのは痛すぎますね。打撃陣もヒットの数の割には得点に結びつかないのが大きいかと。何よりも由伸さんの体の状態がかなり気になりますということ、そういう方多いですね。ゴロリさんは、大前さんお疲れ様です。明日はあと一歩が出ると信じて切り替えて攻めていきましょう。やられっぱなしじゃないですからということ、由伸投手が早く治りますようにというメッセージも添えてくださいました。ありがとうございます。ジェンナさんは、今日は由伸くんの怪我が心配で試合の途中から内容があまり入ってきませんでした。あ、わかるわ。ひどくないことを願います。痛い負けでしたが、 T さんのガッツポーズが見られたので良かったです。幸也くん明日頑張れということね。それから二宮座代さんです。正直試合途中から吉野部が気になって集中できなかったです。ああ同じだね。無理をさせなかったと自分に言い聞かせております。痛い敗戦ですが嘆く暇はない。明日加藤オリックス頑張れということ、おっしゃる通りです。ありがとうございます。ずんだもちさんは、力負けです。ヤクルト強かった。打つべき選手にしっかり
かり仕事をされました感じですということ。また今日はもう塩見、オスナ、村上、この3人にやられました。打つべき人打ってるよね、うん、その差だよねやっぱりね。予想通りヤクルトの1番塩見選手を乗せてしまいました。村上選手の一発もきつかった、明日もやり返してもらいたいですということ。おっしゃる通りです。山ちゃんさんはね、今シーズン何度も崖っぷちから這い上がって優勝したので、明日、何が何でも取りましょうということ。そうだね、首の皮一枚って言われてずっとやってきたんだもんね。また首の皮がだんだん薄くなっていくシリーズでございますが、ありがとうございます。それからですね、上田智也さんはお疲れ様でした、乾杯です。点差以上の差を感じてしまいましたということ。切り替えて一枚岩でチーム全員で勝ちをつかんでもらいましょう、応援しますということです。ありがとうございます。それから春陽さんは、こんばんは、明日も家族全員で、家族で応援するのみです。明日は勝利しますように。由伸投手この先問題なければいいですねということもおっしゃる通りですね。それからハーナさん、現地だわ、レフト側のスタンドよくいい席取れましたね。由伸君が心配です。ヤクルトの3本のホームランは全てその回の最初のバッターなので勢いづきますよねっておっしゃる通りだね。村上のホームランは打球を見る気にもなりませんでした。明日勝ちましょうということ。現地の観戦お疲れ様でございました、応援ありがとうございます。それからパパバカボンさんは、まあ、一方的に負けたわけではないし、あと一歩ですね、ホームランにご注意を、明日頑張れということ。そのあと一本なんだよね。ねえ、引っ張り必ず負けるね、引っ張り自由てんこ盛りのゲームでした。相手には必勝自由が満載、まあ打てていないわけではないし悲観はしなくてもいいでしょう。正尚の後をどうするかですかねということ。とんでもない逆境から優勝した我らがチームを信じましょうとおっしゃる通りだ、ありがとうございます。伏見たらいさんは、初回の2失点は納得できず、プレッシャーを感じながら一生懸命やってる選手たちに対しても失礼な判定だったと思いますと。まあ、微妙な判定でしたね。二刀流サッチヤで明日は勝ちます。サッチ7番とか8番打ったら面白いかもね違うか。それからいつもあかん、勝たなあかんコートさん、ヒットの中に長打がないとなかなか意味がない気もしてしまいました。まあ、意味がないわけはないけども、やっぱり長打が欲しいよね、ということですね。なかなか巧妙を見出せない、内容もしんどいですということ。でも中継ぎ陣が吉久さん打たれたけどさ、その後3人抑えたじゃないね。比嘉ちゃん、本田君ランナー出したけど、で阿部ちゃんも良かったしね。ポジティブな要素はないわけじゃないですよ。ただやっぱりなかなか打てないという、点が入らないという重い感じはあるよね。牛子さんは、ああ悔しい、悔しくて仕方ないです。やはりスワローズ打線がすごいですね。いやいや、でもオリックスのねちっこさいものもすごいんですよ。彼らはやりますよ、本気出しますということ。正吾典姫は、全員で勝つなんでしょ、その一言でしたということ。ありがとうございます。それから桜咲くビーズさんは、ヒットは出たのでそれほど悲観することはないと思います、また気持ち切り替えて明日ですということ。ヤマッチョさんは、言いたいことは山ほどありますが、グッドの見込んで、あれはファウルや、あ、心の声が漏れてしまいましたということ。明日勝ってタイに持ち込みましょうということ。お疲れ様でしたということですね、ありがとうございます。それから榎本君雄さんは、吉野部で勝てなかったのは悔しい、独特の神宮のマウンドでリズムが作れなかったのかなということ。2桁ヒットなのだから明日はつないで勝つということ。つながるんだけどあと1本が出ないというね。ドリームスカムトゥルーさんは、こんばんは、長くしんどい試合でした。2回あった満塁で点が取れなかったこと、単打は出るけど長打が、吉野部投手の調子も良くなかったのかな、アクシデント心配ですと。アクシデント心配です、とにかく切り替えないと、悔しいし残念ですが、もっともっと楽しんでほしいですねということ。そうだね。というわけで、まだまだたくさんのメッセージ頂戴していますが、
全部は紹介、しようと思えばできるんだけども時間がいっぱいかかってお前の寝る時間がなくなるんでお前はもう休みます、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました、また明日切り替えてねいいゲーム期待しましょう。頑張れサーチ、ね、打線もつながれ、長打も欲しい、ホームランも欲しいな、あとは増田さんの後ですよ。じゃあまた。